皆さんこんにちは。レック専任講師、税理士消費税法を担当しております小出と申します。よろしくお願いいたします。本日はレックで開講しております消費税法のガイダンスということで、消費税法のパーフェクトコースと上級コースのご紹介をしていきたいと思います。パンフレットを使ってご紹介をしていきたいと思います。表紙がこちらになっているもの、今パンフレットをプレゼンターに移します。表紙がこのように2023年合格目標税理士となっていまして、まずは会計2科目から、そして税法科目へという、こちらのパンフレットの方をご用意いただければと思います。そしてこれから紹介していきます消費税法ですけれども、こちらのパンフレットの39ページを開いていただきますと、39ページ選択科目消費税法というふうに載っていまして、表紙のところに会計科目2科目からと書いてありまして、この会計科目、簿記論、財務諸表論の会計科目2科目、これは合格必ずしなければいけないということとなっています。5科目合格で税理士を目指すというとき、その他次に会計科目以外が税法ということで、税金を計算していく法律の科目になっていきます。そして税法は3科目合格が必要になるわけなんですけれども、1科目は必ず法人税法か所得税法かを合格しなければいけません。その他の2科目が選択ということで、好きな税法を選んでいただくということとなっていきます。見ていただくと合格率約 12% ということで、上から 12% に入っていくという競争試験になるわけです。そしてこちらレックでご紹介しています、開講しておりますコースなんですけれども、初めて学習する方パーフェクトコース、本試験結果が45から59点の方ということで、右の上級コースというのは基本的に消費税法の学習経験者の方、あと消費税法の受験経験者の方で、合格がまだ手にできなかったという方に上級コースをお勧めしているという状況にあります。そしてレックの方で開講しておりますこの消費税法関係のパーフェクトコースも上級コースも、こちらちょっと私の名前の下に書いてあるんですけれども、作り込まれた教材と綿密に練られた講義で合格の2文字を勝ち取るというふうに書いてあります。ですのでパーフェクトコースも上級コースも、教材に関して作り込まれたと書いてありますように、合格を手にするための工夫がしてあります教材になっています。そしてまずこのパーフェクトコースの方がどのように作り込まれた教材になっているかということなんですけれども、初めて学習する方用のパーフェクトコースということで、レックでは日照簿記3級の学習経験者というぐらいの状況、また簿記論、財務諸表論合格、会計科目合格をして、その後税法の学習が初めてだという時に選んでいただく消費税法ということで、日照簿記3級学習経験者、税法初学者の方が初年度に合格を可能にするような分かりやすい教材を目指したという状況の作り込みになっています。上級コースに関しては、学習経験者、試験受験経験者ということを対象としておりますので、その先の合格を確実にするテクニックの習得に特化して、特に過去問分析を中心にした教材の作り込みということとなっています。ではそれぞれこれからパーフェクトコース、上級コースの方の特徴、カリキュラム等の説明をしていきたいと思います。こちらのパンフレットの10ページを開いていただきますと、10ページにはパーフェクト講座
ということで、パーフェクトコースの状況が書いてありまして、まあ、他の科目は全52回ということで講義回数52回ということになっているんですけれども、消費税法だけ他の、あの税法科目、特に法人税、所得税、相続税に比べるとボリュームが少ないということで、消費税法のみ全26回、講義が52回の半分ということとなっています。そしてこれに実力確認テスト、消費税法のみ全6回という形になっています。この状況ですとパーフェクトコースの学習内容がはっきりと分かりにくいという状況になりますので、パーフェクトコースですけれども、こちらどのような26回の講義をしていくのかということをテキストのこれ目次にもしているんですけれども、目次を見ながらパーフェクトコース26回の講義の内容というのをご紹介していきたいと思います。テキスト1、テキスト2というところに括弧基礎記というふうに書いてあります。テキスト1が4回講義、テキスト2が全部で5から12までということで8回講義になっています。でこのテキスト1と2というのが基礎記と書いてありますので、基礎項目の学習ということになっています。パーフェクトコース、先ほどご紹介したように簿記3級学習経験者、税法学習初学者の方も合格を手にできるような教材となっているということで、例えばいきなり一つの項目、課税の対象と言われても今は何のことかわからないですけれども、課税の対象という学習一つとってもナンバリングが1というふうに振ってあります。他のものも1とか2ということで、一番最初にその内容を学習するときが1で、その先続いてたら2ということで、このようにナンバリング振ってあります。例えばこの課税の対象ですけれども、基礎記ということで基礎項目の学習でこの課税の対象ということの基礎項目に触れていきまして、実はその先消費税法はテキスト3、テキスト4ということで、4冊分のテキストの提供があるんですけれども、テキスト3とテキスト4は括弧にありますように応用記ということで応用項目の学習になっています。先ほど基礎項目のところで課税の対象ということで1のナンバリングが振ってありました。応用項目では課税の対象に関する応用項目の学習ということで、テキスト3分冊応用記の学習で、このように課税の対象の中でも難しい項目は応用記の学習ということで、まずはテキスト1と2のところで全12回講義で、計算パターン、計算の方法ですけれども、基礎項目だけで消費税の納付税額が計算できる力というものを基礎項目だけの学習になりますけれども、2冊分で、基礎項目一巡するということとなります。で、消費税法の本試験では当然基礎項目だけでは太刀打ちできません。応用項目からの学習部分も出題されてきますので、最終的にはテキスト3とテキスト4で基礎項目に応用項目を加えることによって最終的に消費税法の合格を手にするという力をつけていくことになります。そして実力確認テストというのが、全部で6回ありますという状況で先ほどお話ししました。実力確認テストは見ていただくと分かりますように、4回分の講義が終わったところで実力確認テスト、そこまでの理解度を確認するというような位置づけで実力確認テストというのが入ってきます。最後4分冊のところでは軽減税率制度、皆さんも巷でね、もう
聞いている言葉になっているかと思いますけれども、四分冊では6回分の講義の後に実力確認テストが行われることになります。ただこの後実力確認テストの出題予告というのもテキストに載せてあります、お見せしますが、最後4分冊のところの実力確認テストの6は軽減税率制度については確認テストの出題範囲にはしていないので、実質21から24の4回講義の終わった後の力のところでの確認テストの出題内容ということとなっていきます。そして実力確認テストの出題予告ということで6回分のテストの予告というのがしてあります。でこちらもう出題理論というのが最初から提示されていまして、ここの書いてあるものの理論が出題されるということとなります。でこの理論についてはご質問を受けたりするんですけれども、本試験で出題されやすいものが実力確認テストでの理論の出題になっているかというと、実はこれはそうではなくって、確認テスト、4回講義分終わったところでそれぞれ節目ということで確認テストを受けていただくんですが、例えば4回講義の一番最後で学習したことに関しての理論を出題しても、まだその理論について理解も回答していただくための暗記も間に合ってないと思います。ですのでここで出題する理論というのは4回講義の中でも割と最初の方で学習した項目に関する理論を出題して、受験生の皆さんに理論の暗記というのが暗記というのの訓練というか習慣づけをしていただきたいということで、学習が前の方に関して、そして暗記の定着が終わりの方の4回分の終わりの方の講義の内容での理論の暗記はちょっと辛くなりますので、講義4回分の割と前の方のものの理論が出題されているという状況になっています。そして計算については各4回講義終わったところで、次は8回目、次は12回目ということで、それぞれ学習が済んだところまでというのが出題範囲になっていきまして、計算については学習の積み重ねになっている状況で計算問題を解いていただくということとなっています。そして先ほどからこの、理論についての理論の暗記っていうご紹介をしているわけなんですけれども、先ほどテキストの総目次、どういう26回の講義内容になっているのかというところでご紹介していたところでも、学習内容について解説理論というのが必ず、各回講義のところにこうやって学習した時に解説理論がありますというふうにご紹介していたわけなんです。でこれどうして解説理論ということで各回講義学習したところについて理論の解説をしていきますというのがなぜ入っているかということなんですけれども、これも消費税法をテキストのところに載せています内容なんですけれども、学習方法ということで、消費税法、先ほどからお話ししていますようにレックの消費税法は日照簿記3級学習経験者の方、税法科目学習が初めての方でも合格を手にすることができるような作り込んだ教材になっていますということで、これは学習第1回目、講義の第1回目のところでどういうふうに学習すればいいのかというようなことも説明をテキストに載せています。ちょっとまずその理論とその後計算というふうになっているんですけれども、消費税法の本試験というのはだいたい8月の第1週のところ火水木の火曜日のところの
午後3時半から5時半のところの2時間で行われる状況になっています。そして出題内容というのが理論の出題で50点満点で、計算の出題で50点満点という状況になっています。ですので理論と計算で100点満点で、だいたい国税庁の方の発表で6割60点が合格ボーダーっていうような状況で言われています。ただ60点取れば必ずみんな合格させてくれるかというとそうではなく、先ほどパンフレットのところにもありましたように、上から 12% ぐらいが合格の目安というところになっているわけです。ですので受験生の中で上から 12% に入るという状況で、どの専門学校も同じような内容を学習しているわけですから、提供される教材、習得していった教材内容というのは基本どの専門学校の受験生も同じなわけです。その同じどんぐりの中で合格をつかむということで、より学習内容を定着させて、本試験でその定着したものをどれだけきちんといつもの実力ということで発揮していくかというのが合格をつかむ状況ということとなっていきます。そしてここにテキストの一文冊の第1回講義の内容にもあるんですけれども、まずその本試験で出題される理論と計算に対してどのような学習をこれからしていけばよいのかということですけれども、まず理論については合格をつかむための理論対策はひとえに理論の理解と暗記の作業となると書いてあるんです。そして次の行には消費税法本試験の理論は基本的に配布されている個別理論集から出題されると書いてあります。これはどの受験学校もそうなんですけれども、名称の違いはありますが、基本的に個別理論ということで、要は消費税法の条文を試験用に、本試験用に個別理論という形でまとめて、理論の出題に対して回答しやすいようにということで、それぞれの条文に対してタイトルを掲げて、この一つの個別理論、その集合体で、だいたい今消費税法の理論約50題ぐらいになってしまっています。で、その提供される個別理論集に掲げられている約50題の個別理論集から理論の問題が出題されてくるんです。で、理論の問題としてはここにありますように、まず個別理論の問題の出題と応用理論の問題の出題というのがあるわけなんですけれども、個別理論の問題の出題についてはどういう回答をすればいいかというと、個別理論集に掲載された理論のうち問われているものをそのまま回答するっていうのが個別理論の問題の出題に対しての対策ということとなります。で、応用理論というのは、応用理論問題というのを当然出題されるんですけれども、応用理論についてはどういう回答をしていくかというと、受験生が論文のように回答を作るというのではなく、どのように対策するかというと、応用理論は暗記した個別理論のうち該当する理論の一部分を抜粋して組み合わせて回答することが基本ということとなるんです。応用理論の出題なんですけれども、おいおい学習していきますと分かっていきますけれども、個別理論についての3種類か4種類というのを組み合わせて結果が出てくるというような、事例とか実務のところでどのような流れで最終的に考えを決めていくのかという根拠として、個別理論が3種類4種類使っていくことによって答えが分かってくるっていうようなもの、これが本試験において応用理論問題という形で出題されてくるような形になります。
で、回答するときはその暗記した個別理論で該当するものですので書いていって、この3つの規定、4つの規定によって結果このように考えるというような、そのような回答の仕方ということとなっていくんです。ですので回答で使う理論というのは全て個別理論集に掲載されているものということとなるんです。ですので理論対策としては、この個別理論集というのを全て基本マスター暗記するということが前提となっていくわけなんです。ここでちょっと私の失敗をご紹介しますけれども、私は会計科目終わった後、税法科目として、一番重たいものから片付けていきたいと思って、法人税法か所得税法の時に法人税法を選んだんですけれども、初めての税法科目の学習ということもありましたし、この理論の暗記ということにも慣れてなくって、簿記論、財務諸表論、財務諸表論もある程度考え方っていうのを定着させることにはなりますが、回答としては、論文形式というか自分の言葉で書いていくっていうような状況になっていました。ですが税法科目については覚えたその個別理論で回答を作っていくということですから、まずはその個別理論を暗記しなければ先に進めないわけなんです。で、法人税法については消費税法よりもやはり個別理論の台数が多いですし、その分暗記しなければいけない理論の数がもう本当に膨大でした。受験初年度目というのは、その理論の暗記に慣れていないこともあって、あの時には何十台ぐらいあったのか、80台ぐらい全部で提供されていた記憶があるんですけれども、とてもじゃないですけれども、そんなね、60、70、80なんていう理論の暗記ということが自分にできるなんていうふうに考えることもできず、要はもう嫌で嫌で暗記から逃げていたんです。で、ここに書いてありますけれども、例えば消費税法、50台の理論だったとして、240日8ヶ月で50台の理論を暗記するというと 4.8、 つまり5日に1台暗記していけばいいですけれど、私のようにそうやって法人税法を逃げて3ヶ月90日で暗記するとなると、50台の理論で 1.8、 2日に1台暗記しなければいけないこととなるんです。私はその法人税法1年目の時はもう3ヶ月どころで気がつくよりももっともっと逃げて、最終的にですので10台も覚えられたでしょうかね。それで本試験受けたわけで、とてもそんな手持ちの駒が少ない中で受験しても、当然出題理論に対して回答することができませんでした。結局1年目は自分が悪かったわけですけれども、1年の勉強期間を無駄にしてしまったという状況があります。ですので、理論暗記の作業を逃避せずに、真摯に取り組んでいただきたいということで、私の失敗談を踏まえて、ちょっとね、理論暗記なかなか本当に苦痛な作業ですけれども、こういう理論暗記が待っています。このどういうふうに暗記していくかということも、消費税法を1回目の講義でご紹介しています。で、あと計算については、総合計算問題というのが全ての年度で出題されています。出題傾向、内容、ボリュームともにハイレベルになっています。ということで、実はレックの方でご紹介しているとか推奨しているのは、実は計算というのは普段が専門学校で確認テストとか満点とか取れていたとしても、やはり本試験会場で焦った状況で問題を読んでいきますと、計算問題について、総合計算問題ということですと、やはり問題の読み飛ばし、一行読み飛ばしてしまったとか、自分が思っていたことが実は
ちょっとねずれてしまっていたという読み間違いというようなこともありまして、思ったより計算というのはケアレスミスというのが待ち受けています。高得点取るのがなかなか計算では難しいです。それに比べて理論についてはもうね、暗記作業は本当に辛いですけれども、暗記さえしてしまえばそこから答えを書いていけばいいだけですから、理論については実は暗記さえすれば得点にどんどんつなげられるという状況にあります。なかなかね本当に辛いです、まあ、ですが、ね、ここに書いてあります、逃避せず真摯に取り組んでいただきたいということで、レックでは実は合格しやすい、早く合格するためには計算で深追いせずに理論の方で得点を稼ごうということを推奨しています。おいおいね詳しいことをあの授業で話していきます。で、計算についてもだからといってあの、ね、0点に近いとやはり足切りというのがありますので、まあ、理論の方でだいたい40点近くぐらい、計算の方では25から30の間ぐらいを取っていって合計で65、6点っていうのが、まあ、合格ラインのところぐらいかなっていうような状況で推奨しています。で、計算もですから25から30ぐらいと取れるようにということで、計算問題に対する正確性とスピードをつけるためにということで、こちらについても詳しい学習方法というのを第1回講義のところでご紹介するというような状況になっています。そして今理論暗記についてなかなか辛い作業です。意味も分からずに消費税法の用語を用いた理論を暗記してくださいと言っても、私も特にそうでした。分からないで暗記するというのはより苦痛な作業につながっていってしまいますので、消費税法についてはこのように、例えば理論の個別理論の中に理論の46っていうものがあるんですけれども、こうやってその理論の中の用語についてこのように解説をしていくことによって、この条文、この個別理論がどういう意味を持った理論条文なのかというふうに言葉のところに解説を入れていきまして、ただその個別理論条文用語だけで暗記してくださいと進めているんではなく、きちんと暗記をお願いする理論についてはどういう内容が書いてあるものなのかというのを、このように解説理論ということで理論解説をして暗記がしやすいようにというところに持っていけるような教材作りというのをしています。ということで、パーフェクトコースのところ、先ほどのパンフレットの10ページのところに、消費税講義が26回、確認テストが6回ということで、どのようなものを内容で学習していくかというのが、今ご紹介したような講義26回、確認テスト6回の内容です。パンフレット11ページのところには、その先の直前答案練習機の状況というのが紹介されていますけれども、これについてはこの後上級コースの紹介をした時に、パーフェクトコースも上級コースも直前答案練習機のところは同じところに合流することになりますので、直前答案練習機については上級コースの説明が終わりましたところで直前答案練習機のご紹介をしていきたいと思います。では上級コースについてはパンフレットの18ページを開いていただきますと、上級コースというのは講義8回、開放講義4回、討論4回というふうにパンフレットの18ページのところにご紹介がされています。これもただ見ただけですとどのような学習内容になっているのかというのが伝わりにくいですので、消費税法では上級コースです、どのようにしているのかというところをご紹介していきたいと思います。
で、こちらが上級コースについての学習内容の確認ということで、上級コースの目次になっています。で、ちょっと今ね、字が見にくいですけれども、全体像をご覧いただいてから個別の内容というのを見ていきたいと思います。で、上級コースなんですけれども、今講義が全8回、開放講義が全4回、東連が全4回ってなっていましたが、消費税法ではどのように学習しているかというと、上級コースについては講義として1回2回、そしてその下に開放講義、東連ということとなっています。で、ここのところちょっと見ていただきますと、消費税法では講義2回と講義2回と開放講義1回、東連1回、これでまず1つのグルーピングで、またその下も講義が2回と開放講義が1回、東連が1回ということで、これで2つ目のグループで、また次が講義として2回やって、開放講義やって、東連ということで、講義2回、開放講義1回、東連1回で、またこれでグループ、これ3グループ目になります。で、最後4グループ目も同じように、講義が2回、開放講義1回、東連1回ということで、この種類の組み合わせで、またこれでグループで、これ4グループ目となります。このように上級コースについては、講義2回、開放講義1回、東連1回という4種類のものを組み合わせて1つのグループにして、結局それが4グループ作られています。で、このなぜ4グループになっているかというと、それぞれの講義会のところの範囲を見ていただきますと、例えば1グループ目についての範囲は、理論の1から5、理論の6から16、理論22が範囲ということとなっています。で、2グループ目の範囲は、理論17から19と45、で、20、21となっているんです。で、3グループ目の範囲というのが、理論22、23から36と45、で、4グループ目の範囲が、37から43、45の理論、それと理論44、46、47、48というふうになっているんです。ということで、実は上級コースは4グループ、4つのグループで学習を終えることによって、消費税法が提供している、要は個別理論集なんですが、全部で約50題あるんですが、その50題を4つのグループに分けた出題範囲にすることによって、上級コースというのは基本消費税法の学習経験者、消費税法の受験経験者の方に対して、もうより合格を強固にするためのテクニックの学習というのを上級コースのテーマにしていますので、このように個別理論50題を4つに、要は4グループに分けて、50をまあ4で割りますと10題ちょっとぐらいですが、10題ちょっとぐらいを範囲にすることによって、学習経験者の方ですから、直前答案練習期に入る前に、消費税法の学習というのをもう一回一巡させるというような状況になっているんです。で、その時消費税法の学習一巡させるというふうになっていますが、学習経験者を前提としていますから、パーフェクトコースと同じことを やるのではつまらないですし、より合格を強固にするための上級コースということで、このように先ほどもお話ししましたが、
まず講義の2回分については合格するために個別理論、この範囲の個別理論についてどのように回答するのが合格につながるような回答の書き方なのか、回答へのアプローチ、個別理論についての合格のテクニックを学習します。講義の2回目では応用理論編となっていますので、講義2回目ではこの範囲について本試験で応用理論として出題された場合どのように回答すれば合格がより強くなっていくのかということでのアプローチの学習をしていきます。そして計算についても合格をつかむためのテクニックを積んでいくということで、まず講義の2回目の後半ではパーフェクトコースの確認テストの計算のところを使っていきまして、どのような今度は問題の解き方、あと答案の書き方が合格につながっていくのかというようなことを学習します。で、計算についてもテクニックを積んでいきましたら、解放講義、答練で実際両方とも2時間の演習問題を解いていただきます。解放講義では過去問、過去に出題された計算問題をテーマに従ったものが出題されている状況の過去の計算問題というのを解放講義では解いていただきまして、答練のところではレックの方で作成しました計算問題というのを解いていただくことになります。今計算問題のお話ししていきましたけれども、当然2時間演習問題では本試験と同じように理論の出題もされていくわけです。当然理論もこのテーマに合わせた理論の出題ということで、解放講義ではやはり理論についても過去問分析、過去に出題された理論というのをと、あと類似問題を出題することによって過去問分析が叶うようにしてあります。答練ではレックの方で作成しましたテーマに合った個別理論、応用理論の回答をしていくことになります。このように上級コースについては合格を強固にするためのテクニックを磨くということで、直前答案練習期に入る前に消費税法の学習が一巡できるようにということで提供していきます個別理論集を全部この4グループで一巡できて、直前答案練習期の前に消費税法の学習を一巡、それも合格を手にするためのテクニックに特化した状況で学習をしていくというのが消費税法の上級コースの学習内容ということとなっていきます。ですので先ほどご紹介した講義8回、解放講義4回、答練全4回、これは先ほどご紹介しました上級コースの学習内容の目次の方をプレゼンターに載せてお話ししました。そちらの内容で進めていく形になっています。そしていよいよパーフェクトコース、上級コース、最後は同じく直前答案練習期に入っていくということとなります。で、この直前答案練習期の学習になりますけれども、またね、全部が答練で済ませられるかというとそうではなくって、直前答案練習期においても講義と答練、そしてあと全国模試、あとまた答練ということで、本試験前の直前答案練習期なんですけれども、こちらもただここで見ていますとイメージ湧きませんので、これは昨年度というか2022年受験用の直前期にどのような学習をしたのかということで、2022年のテキストのところの目次というのをちょっとコピーしてきましたので、そちらの方で2023年も流れとしては同じような学習になっていきますので、ちょっと2022年、昨年の直前期の学習内容ですけれども、こちらでご紹介していきたいと思います。
で、まず消費税法の直前期なんですけれども、先ほどお話しましたようにずっと東連 をやっていくわけではなくって、まず東連の1の前に講義をしていきます。で、直前の講義の1回目というのはどのような学習内容になっているかといいますと、このように学習しました計算パターンということで、計算の内容、パーフェクトコースの計算の内容の計算パターンのとりあえず確認、こういうこと学習してきましたねということで確認をします。あと実は未学習部分というのもありまして、パーフェクトコースの通常講義内で未学習部分というのの紹介というのがこの直前答案練習期で入ってきます。で、あと理論の解説というのが出てきていますけれども、パーフェクトコースの通常の講義では解説ができなかった理論というのがこのように何題かあります。ですのでちょっとね、複雑な内容のところになっていたんですけれども、理論の解説ということで、理論の解説済んでいないものについて直前期で解説するものというのがあります。で、このように講義の1回目が済みましたら東連を1回やります。で、次に講義の2回目のところでは本試験においての理論の過去問分析をすることによって、要は本試験での理論の書き方、合格する理論の書き方のアプローチの学習となっています。これは上級コースを受講の方はもう上級コースのところで合格するための理論の答案の書き方というのはもう下地ができています。これはパーフェクトコースの方はまだその理論の回答について合格するためにどんなテクニックがあるのかというところを、パーフェクトコースの方はまだ学習が済んでいませんので、こちらは、上級コースの方は上級コースのところで下積み積んだものをよりまたね強固にする形になります。パーフェクトコースの方はここで初めて本試験の理論に対して個別理論、応用理論についてどういうふうに書いていけば合格答案になるのかというのを、パーフェクトコースの方はここで初めて学習ということとなります。で、この後東連の2回目ということとなるわけなんです。そして次にテキストは、直前期は直前テキストは1と2、2冊分が配布されます。で、直前テキスト2のところで、今度ここはね、今度の受験については令和5年度の本試験にかかる改正項目の確認ということで、講義の直前講義の3回目のところで改正項目の学習をするということとなっていきます。あんまりね、改正項目が多いですと、ここで新たに理論というのも組み込まれてきてしまいますので、新たな改正項目ということの増えることを増えることが少ないように願うっていうような状況はありますが、このように直前の講義の3回目のところで、令和ここ4年ではなくて5年になります、5年の本試験の改正項目の説明というのをしていきます。で、あと時間が余ったところで本試験対策の計算編ということで、計算についても過去問分析をして、どのような回答をしていけば合格につながっていくのかというところを確認する状況になっています。で、ここも試験は72回の令和4年の税理士試験の計算問題の提供というのもしています。で、講義の3の後に東連の3が来ます。で、本来消費税法は講義の4も設定されているんですけれども、実際もう3回のところで改正項目の確認を終えますと講義として学習することはありませんので、4回目の講義というのは自己採点になりますけれども、直前テキスト2のところに掲載しました2時間演習問題というのを解いていただくことによって、で、この自己採点していただくことによって
ここももう実質講義の4は2時間の当練の時間というふうになっていきます。であとその後予想当練の1回目と2回目ということとなるんですが、この他に全国公開模試がレックの方で提供されます。皆さんの学習状況によって全国模試がどの辺に入ってくるのか、だいたい状況としては予想編の前あたりのところで、このあたりのところで公開模試に臨むっていうような状況になるのかなというような形ありますけれども、学習の状況によって公開模試が入ってくる場所というのはちょっとねずれたりするっていうような状況が出てくるかと思います。ということでパンフレットとあとは使用していきます教材を使いまして、消費税法のパーフェクトコース、あと上級コース、そして最終的に両方のコースがたどり着きます直前答案練習期についての学習内容というのをご紹介させていただきました。パーフェクトコースは日照簿記3級の学習経験者の方、そして税法科目の学習が初めての方、簿記論財務諸表論の学習と同時に消費税法も学習するという方もいらっしゃったりしますし、あと会計科目の学習が済んだ後、税法の一つ目として消費税法を選ぶという受験生の方もいらっしゃいます。そのような税法初学者の方にとってもきちんと合格がつかめるような理解して進めるようなパーフェクトコースになっています。上級コースについては学習経験者の方、受験経験者の方が次は必ず合格をつかめるようにということで、特に過去問分析を中心として合格のためのテクニックをに特化した上級コースとなっています。それぞれ最終的には合格がつかめるようにということで、パーフェクトコースの方も先ほどご紹介したように直前期においてきちんと上級コースの方がテクニックを積んだ理論の回答の仕方、計算の回答の仕方についてもテクニックを積む時間というのが作られていますので、最終的にパーフェクトコースの方、上級コースの方一緒に頑張って合格がつかめればと思います。ということで最後までエレックの消費税法パーフェクトコース上級コースの解説の方を説明の方を見ていただきましてありがとうございます。一緒に合格をつかむべく頑張っていければと思います。皆さんの消費税法の学習の選択につながるような解説になれましたら幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。合格をつかむために一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございました。お疲れ様でした。